皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日2024年の、4月の25日、20時50分、べっこうさん、中国の方の、文字での名称が、書き写しで申し訳ないんですが、どう合ってますかね。このちょっと上から写します。まあこういうお名前の、まあ会社で、もともとその英語表記での名前もあったと思うんですよ。まあちょっと僕の勘違いかもしれないんですけども、その外資が入ってるかどうかとか、まあその辺のところで、まあこういうような言い方になってるんですが、まあ最近思い出した、以前にもその日本のその本当の人口は、だいぶ少ないですっていう内容を、GM の方に、伝えてもらうように、お伝えしておいたんですけども、まあ大体ね、私の見込みでは日本の今の国境のところのその日本列島の方で、人口ですね、4000万人ぐらいです。だから理由とか以前も申し上げましたけども、日本の人口のその1億2000万人っていうのは、朝鮮半島、北朝鮮、韓国、あと台湾を併合していた時期と、あと申し訳ないですけども、中国の皆さんに、満州国というものを、まあ、身勝手に、日本人が、作っていた、そのあたりを併合していた時の時期の頃の人口なんですよ。で、今のこの日本のその国境では、まあ、実際住んでる人は4000万人ぐらいだなと。まあ、これは何を根拠にして言うかっていう、言いますと、前輪の地図っていうものがあるんですけども、その一軒一軒、世帯ごとに、表札が入っているところ、世帯の、例えば、3世帯入られているところは、まあ、夫婦別姓なのか、まあ、そういうことなのか、まあ、グループホームだとかそういうふうな形で住まれている方たち、まあ一軒の家にね、3世帯、の名前が入ってるところ入ってたりとかするんですけども、まあその分譲マンションだとか集合住宅、そういったところに関しても、まあ何号室が誰それさんっていうのがもう表記が全部されてるんですよ。で、皇室のところは結構あります。で、そういうところを一通り見たときに、まあ家の件数が実際人が住んでる人たちのところがどれぐらいあるかと、で政府の発表してる数字と、全然違うんですよ。まあ大体3分の1か4分の1ぐらいなんですね。で、まあ理由は先ほど申し上げました。で、世界中どこの国も同じような状況だと思うんですよ。で、二重国籍や三重国籍の人たちが増えて、あと海外から、その後の第二次世界大戦の後の頃の、その第二次世界大戦の頃も含めてなんですけども、その戦争があって、で、お亡くなり、高齢者になって、お亡くなりになられたその二重国籍の方たちとかの死亡届はまだ回ってきてないとか、そういういろんな理由が、あります。で、これはもうヨーロッパとかもかなり、同じような状況ですんで、その海外進出かなり難しいと思います。もう近隣の国とあと英語圏だけに留めておいた方がいいでしょうね。そうじゃなかったらこれはもう、その今も我が天下と我が天下戦国王府のプレイヤーの皆さんってかなり数少ないじゃないですか。かなり減っていて、まあこれはまあ、べっこうさんという形で、お伝えさせていただきますけども、そのまず我が天下の国家戦に関してなんですけども、国家戦がまず面白くなくなったと。戦国武将の国家戦自体がもともと手軽さだけを求めたような形で
その我が天下のような国家戦じゃなかったじゃないですか。で、我が天下の方の国家戦までああいうふうな形になってしまいましたから、まあ、面白みがなくなってるっていう部分がまず一つあります。あと、武将をたくさん増やしすぎですね。もうこれ以上武将は増やさない方がいいです。あと、アイテム云々とかに関しても。新しい新規のプレイヤーはこれはもうついてこれません。覚えなきゃならないことは多すぎますので、なかなかプレイしてくれない、お金払ってくれないになりますので、すぐにやめていってしまうと。これは無理だなって思われてしまいます。複雑すぎて。だから、そうじゃなくて、今あるものを、もともとあったものなどをどううまく、まあ、使用するかっていうところで、国家線を、もともとの、ああいうふうな、南北に分かれての、国家線に戻して、で、時間を1時間にして、行軍するときの移動速度を、3倍か4倍に上げておくと。まあ、戦闘シーンはもともと早かったと思うんですけども、そうすることによってその国家戦、まあ、やっぱり2時間は長いですね、まあ、1時間ぐらいに短縮して、まあ、プレイしやすいようにするだとか、まあ、そういうふうな工夫ですね。でどこの国も人口少子化が進んでいます。スポーツの拡大等にもよって、二重国籍の人たちとかも増えていまして、あとはまあ、先進諸国に伴うその工業発展とかも含めて、そうですね、そういったところ IT 関係のところも含めて、いろんな国の方たちでの交流などで二重国籍になられた方たちなどが、増えてしまったと。だからそういうふうな形なので、実際のそのそこの国で表記されている人口は全然違うんですよ。だから台湾の方たちは多分実際住んでらっしゃる方1000万人いらっしゃらないと思います。っていうのはですね、まあ、大体1000万人ぐらいじゃか、まあ、いらっしゃらないかぐらいだと思います。っていうのはこれ日本の、まあ、こちら九州っていう、ここからここまでがまあ九州なんですけども、同じぐらいの大きさなんですよ、台湾って。で、九州ってそこまで人口いるかって言ったらいないんですよ。もう僕は若い頃、20年以上前にですね、その沖縄に米軍基地が本当にあるのかどうかとか、そのテレビで日本も戦争のフェイクニュースとかを流したりしてるんで、自分で友達とフェリーにオートバイを乗せて、見に行ったりしたんですよ、沖縄のいろんなところを。で、まあ米軍基地は実際ありましたから、第二次世界大戦は本当にあったんだと。まあ六法全書に書いてたぐらいですから、まあまあ、それは本当にあったんだろうと。で、まあ、今のニュースの放送の仕方として、日本は、以前起きた事故とか、以前起きた事件とかを、平気で何回も、放送してますんで、もう、あれもこれも、前見たことあるなと、そういう映像ばっかり、見さされてますね。だから、まあ、報道の価値っていうものが、かたや能登半島の地震はどうやら本当にあったみたいで、その地震が多発してるこの世の中で、やっぱり車の生産量、エネルギーの残存量問題を考えると、その僕は若い頃で、1998年ぐらいのデータで石油の技術的採掘可能埋蔵量69年分だったんですよ。で2011年のデータで、59年分で、2022年のデータで、残り54年分なんですよ。まあ、先々もずっと掘っていくことを考えて、で、かたや表記してる人口よりも少なかった、だからエネルギーの、消耗はもう少し先延ばしできるんだとか、そういうふうなことじゃないんですよ。エネルギーの消費はずっと拡大してるんですよ。石油の、実際販売されてる、量で、数値が確定できますから、その消費してる量っていうのは明確な数字が出てきてるんですよ。だからそれを見ると、コロナウイルスの時以外はずっと消費量は上がりっぱなしなんですよ、石油の消費量で。まあ国連の方でも2019年対比で、2035年には、化石燃料、要するに石油、天然ガス、石炭、ウラン鉱、こういったものの、消費量を 65% 削減しますと、目指しますと、そういうような予定を立ててるんですね。で、これは自然再生可能エネルギーを増やせばそうなるかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。自動車の生産量とか、建物無駄に建ててしまった建物とかを、これもうやめなかった、やめなきゃならない、今後、一切。これは世界中で。
例えば日本でも万博開こうとしてますけど、もともと万博って大した私もなんか昔からしてないんですよ。だから万博なんかあんな条約はいらないですし、だからもう国連はもうその方向、まあ、僕からもだいぶ呼びかけているんですけども、どう考えてもこれも先進諸国滅びると、こういう状況ですから、だからそのエネルギーの供給が止まったら結局食料がスーパーマーケットに並ばない、冷蔵庫も、冷えた状態に、できない、電気もつかない、電車動かない、トラックもバスも車も動かないっていうことになってしまいますから、だからそれをどう回避していくかっていう形になると、もう車の生産量が100分の1まで世界中で生産量を低下してもらわなきゃならないんですよ。まあ万博関係とか、無駄な建物もそうなんですけども、だからどちらかというとゲーム業界の方が栄えるような形になります。ただ人口は世界中縮小していってますから、まあなんとか横ばいぐらいですね、売上的に見ると。でこういうふうな状況下で、まあ、みんな何を協力しなきゃならないかって言ったら、まず車を買わないこと、ほとんどの場所は電車バスとかで行けます。日本の、まあ、ほとんど大半9割以上のところは絶対電車バスとかで行けます。で多くの人間が電車バスとかに切り替えることによって、そのバスの本数が増えたりとか、ね、田舎の方の電車の本数が増えたりだとか、まあ、そういうような形に変わるんですよね。だから電車バスとかの方が、便利だったということになるんですよ。そんなにどこまで行くことってそんなにしょっちゅうないと、まあ、こういうふうなところに気づいていただけたらなと思います。ですので、まあ、今回呼びかけさせていただいたのは、まあ、米国さんとの、関係を悪くする気はありませんし、ただし、まあ、お支払いがないのでやっぱり裁判所経由で何とかするしかないのかかなというところです。まあテレビ局営業とかでその米高さんのその役員の方と合わせていただいて、何か株で支払っていただいたりだとか、まあその方が本当はその訴訟費用とかかからないから安上がりだと思うんですよ。で日中友好関係とか、まあ僕関係でハリウッド関係とかもたくさん映画作ってもらったりとかしてますんで、まあ、最近で言ったらゴジラとキングコングとか、ああいったあたりとかもそうですし、まあ、スポーツ関係とかも、だいぶ深く関わってますので、で、その、僕は表舞台に出ることによって、世界的な、マーケティング力、販売力っていうものは、まあやっぱり出てくるとは思いますね。だから、実際に車の生産台数が100分の1に世界中でしたらどうなるかって言ったら、民間のテレビ局は。ゲーム会社とかが CM 料を払って、なんとか存続できるみたいな形になるんですよ。で、もう日本の人口も、日本のテレビ局の役員さんにだいぶ前から呼びかけてるんですけども、これはもう全国放送のところ2社2社合併して、で、夜中と明け方の番組なんかもなくした方がいいと。まあ、そうしなかったらこれはもう持たないと、まあ、こういうふうな形で呼びかけています。このままだったらものすごい円安にずっと突き進んでいきますね。お金吸いっぱなしで、それはそれで無理なので、まあ、河川水門解析ダム、地下水流ストレートトンネル発電だとか、そういったものかまど発電とかも、まあ、薪ストーブでの、小中学校、まあ、高校、大学も都市部とかはそういうふうな形になるでしょうし、まあ、実際家の生活とかでこういうふうな、いろんな、後でその捨てるような紙とかいっぱいあるわけじゃないですか。それをみんなが、例えば春から秋まで、溜め込んでおいて、で、学校に、持って行ってあげると。その車で運ぶんじゃなくて、車で運んでしまうと、ガソリンが消費されるわけですから。学校、まあ、子供が学校へ通学するときに、まあ、持って行ってもらうだとか、まあ、自分で持って行ったりだとか、まあ、そういうふうな形で、まあ、できるだけ、電気、まあ、電気のもとは、
石炭の火力発電所だったり、ウラン鉱の、原子力発電だったり、ガス火力発電所だったり、まあ、新再生可能エネルギーでオール電化まで持っていけるかっていったら、もうこれはほぼほぼ不可能な話であって、大きな削減をしていかなければならない。まあ、工業関係がこれ大きく工場をほとんど稼働させなかったら消費電力はガタッと減るんですよ。まあ、その辺のところで、まあ、社会の形式っていうものが変わってくる。ただし娯楽に関してもやっぱり競争が激しくなっています。映画があります。まあ、アニメ関係とか漫画関係もそうですけども、音楽関係もあります。で、まあ、ゲームがあると。まあ、こういったところで世界中がだんだんこうつながっていってるんで、そのつながりっていうものは拡大してる状態で、ただし、まあ、そんなになかなか、我が天下に関してもその広く、プレイヤーがいらっしゃるかというと、まあ、現段階では、難しいと。もうそろそろサーバー一つにまとめた方がとか、まあ、そういうふうな段階じゃないですか。まあ、今後のその経営方針とか、私からの意見とかも実際こうあったりとかして、まあ、何か伝えれるそのメールとかでもいいでしょうし、何かそういうふうなその、実際的な対応の仕方っていうものがあった方が、で、まあ、僕のこれはもう自分で勝手に考えてるプランですけども、まあ、任天堂さんに関しても任天堂スイッチっていうもののああいう機種に関してその開発しましょうって呼びかけたのは私であって、まあ、こういうふうな内容とかだでっていうことで、あと各ソフトメーカーをついてきてくださいよっていうことで、かたやソニーさんにはソニーさんでいろいろ関わってきた部分があると。まあ、その例えば任天堂ステーションみたいな形で家庭用ゲーム機を合併させたりだとか、そこでまあタッチパネル式で、我が天下とかがプレイできるようになったりだとか、そこに、まあ、本当の理想は任天堂スイッチ、任天堂ステーションボックスなんですよ。だから Xbox のマイクロソフトさんですね。だから家庭ゲーム機の、まあ、大手のメーカーが、まあ、任天堂と、ソニー、任天堂さんとソニーさんと、マイクロソフトさんっていうことになってくるわけじゃないですか。で、これは、エネルギーの残存の問題にも直結してくると思うんですよ。その家庭用ゲーム機を一つにすることによって効率を上げると。そうすることによって、無駄なゴミを減らせると。だから、わざわざハード、本体を二つ、ハードを買う必要がなくなるわけじゃないですか。だからその辺のところで、資源の無駄遣いっていうものを、減らせると。まあ、こういうふうなところで、まあ、以前からそういうふうなことを言ってるんですけど、どこかでつてができなかったら実質的に、その、日本で今起きてる状況がすごくややこしいんですよ。その、テレビ局経由で大体の企業と繋がってしまうわけじゃないですか。で、スポーツの勝ち負けとかにも関わっていて、頭の中を貸したりとか、そういうふうな部分とかもあって、その、訴訟対象っていうものが広くなりすぎてるんですよ。だから、話が全部止まってしまってる。その状況から早く抜け出して、その、まあ、本筋は河川水門開閉式玉発電とか、そういった、ものを早く始めなければならないっていう、そこなんですけども、まあ、その辺のところでずっと、私の方は宿泊していたっていう、状況ですね。まあ、まあ、もし何か、別校さんの方から、日本語を話せる通訳の方と役員の方来ていただけるんなら、来ていただきたいですし、まあ、お支払いというような形と、まあ、結局はつてですね、あとは任天堂さんとかソニーさんと、つてができたときに、そこで、あとはマイクロソフトさんにもつてができたら、まあ、マイクロソフトという企業の、まあ、ビル・ゲイツさんって昔は有名だったじゃないですか。その長者番付で世界で1位であったと。で、その、
昔マイクロソフトさんのその副社長だったものは日本人のその小西さんっていう方で、僕日本人の、兵庫県神戸市に住んでるんですけど、その神戸市出身の方なんですよね。で、その人も僕のことを知っていて、全くその幅をうまく広げていけば、人脈はつながっていくはずなんですけども、まあそこで家庭用ゲーム機とそういうような形で、うまく融合できたらなと思うんですよ。もちろんその家庭用ゲーム機はテレビにもつなげられるし、まあ、iPad のように持ち運びができると。だからそこで、まあ、Wi-Fi をつなげる人とそうじゃない人っていう人が、外で使う Wi-Fi をつなげる人とそうじゃない人に、分かれてくると。まあ、こういうような形になるんじゃないかなと思います。まあまあ、その辺のところがゲーム業界の人たちで目指していただきたいところで、まあそれが資源を、大きく消費しない、ゲーム業界としてうまく、立ち回ると。まあいろんな業界の人たちにいろんなこうしましょう、ああしましょうっていうことを、提唱していった後でもう国連にもその内容は届いているはずであって、まあ民間企業ですからやっぱりそこは会社同士でうまく話し合っていただかないとっていうのも一つとしてあるのと、もう一つはもう世界中の人の命が関わってますから、先々の人たちの命まで含めると、まあ50億人の命が関わっていると言って もう過言ではないと思います。だからどちらの方は、まあ、はっきり言いますと、裁判になったときに、どちら の言ってる内容の方が正しいかっていうことになると、世界が滅ぼう方がいいのか、そうじゃないのかっていう、まあ、両極端な話でいくと、まあ、多くの人が、動かざるを得ないっていうような話にはなってくるかと思うんです。まあ、そこは、強引な話、強引なこう手法じゃなくて、双方が皆さんで理解していただいて、もうこれはやっぱり生きていく上での、自分たちの子孫が生き残っていく、中でのこれが正解ですよねっていうような形で、動いていただけたらなと思います。まあこれは世界中の、政府の方たちへのメッセージということにもなるんですけども、まあ大木さん、日本のニュースではその大木さんがまた外務大臣として復帰、されてますが、まあ大木さんはもともと1998年ぐらいの神戸市立ホテルフルスターパーク勤務地に僕と会って話していらした方ですね。まあ日本に、滞在している大使として中国からの。まあその後、外務大臣、中国の外務大臣になれて、もしかしたら習近平さんも僕とお会いした方かもしれないですね。まあさ、その3期目について頼んだのは私の方で。ただもうこれ以上はもう頼むのは申し訳ないっていうところですね。やっぱりご高齢になってまでなんで働かされなきゃならないんだっていうところが、どうしてもそう思ってしまうところあると思うんですよ。で、もうせっかくの年金暮らしだとか、まあその辺のところで、以前のその、首相の方で、かなりご高齢の方がいらっしゃいましたので、か、その前の、主席の方ですかね、まあそういうふうな形で、まあもう降りていただいた方がっていうことは、お伝えしましたね。だからそこは気遣いであって、そうじゃなかったら見方によっては死ぬまで働かなければならないみたいな見え方になるじゃないですか。だからまあそれはちょっと怖いなと。その辺のところで、日本のその天皇陛下に関しても、平成の、天皇陛下明仁様も、今の天皇陛下、令和の天皇陛下の成仁様に、変わっていただいたらどうでしょうかということで、まあその時は安倍政権で、まあ安倍晋三さんも知り合いでしたし、まあその辺のところは、うまく話が通って、まあそうじゃなかったら、まあ、味方に言ったら死ぬまで働かなきゃならない上の方の世界はみたいな形になったらやっぱり怖いじゃないですか。誰も上の方に行きたくなくなるっていう、まあそれはそれで変な社会ですから、まあもう習近平国家主席、習近平さんにはもう4期目はお願いできないなと思っています。まあだから、実際に別個の役員さん
と会って話したことがないですから、まあできればその通訳の方に日本語に通訳していただいて、まああれこれ話できたらいいんじゃないかなと私としては思ってるんですけども、まあそちらとしてはどうでしょうかというところですね。以上です。まあ人口の件などしっかりと伝えておかなかったらこれはまずいなというところで、エネルギーの残存量問題含めて、まあ、かなり状況まずいですね。ずっと止まったままですから、長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定を押していただけると助かります。あと身の回りの方で、着信通知の設定がわからなかったら身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あとよかったらまあ僕の動画を見ていただけたらなと思います。エネルギーの残存量問題とか、その字幕つけて、YouTube の範囲ですけども、その自動のあの翻訳機能でいろんな方たちにエネルギーの残存量問題で節約しなかったら、無理な社会状況ですっていうところ、みんなできるだけ電車バス徒歩で、まあ海外旅行なんかでもう仕事以外はなしっていうような形で、生きてもらわなかったらもうこれ全然話にならないですね。まあ何をしなきゃならないかははっきりしますので、みんなでその方向に向かっていけたらなと思います。もう僕も今年47歳ですので、まあこういうことが言えるのもまあ65歳ぐらいまでじゃないかなと思っています。まあ70歳なんても言ってるかもしれませんけども、まあ、それまでに、未来がだいぶ明るい展望が開けるように、エネルギーの残存問題で、できたらいいなと思います。それが後の世代の若い人たちへの、まあ、我々先人の、しなきゃならない、絶対取り組まなきゃならない課題なんじゃないかなと思っています。以上です。一回前、僕の方で言っちゃいましたけども、その我が天下の、最初の BGM、 あれも一番最初のものがやっぱりいいですね。やっぱりああいう風な方、あの音楽の方が、我が天下というゲームには合ってますね。だからまあ今回は国家戦、日本や他の国の本当の人口、だからまあ海外進出はもう無難な範囲内にしといた方がいいです。で、国家戦と、だからあと部署を増やさない、もう増やさないっていう部分と、だから今からはそのお客様をどういうふうに増やすかが、その別校さんの課題ですね。今までの範囲内で。あんまりもう表記されてる人口よりも、もう絶対もうどこの国も3分の1が4分の1ですから、もう、その販売先っていうものは、まあ、人口に合わせてその言語とかやっぱり違いますから、これもしっかりと対象は絞らなかったらもう難しいですね。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。